スノーマンの仕事がめちゃくちゃ順調。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、スノーマンの宮舘涼太くん、まあ舘さんですね、舘さんの方がですね、ドラマの大奥の方に出演するっていうところで、まあ、カトゥーンの亀梨和也くんのライバル役ってところで出演するんですけども、まあそれに伴って、いや、まあスノーマンめちゃくちゃ仕事をしてるし、まあ仕事してるしっていうか、これから仕事決まってるじゃんっていうところについて、まあいろいろ感想動画についてお話ししていきたいなというふうに思います。いや、先ほども言いましたけど、めちゃくちゃスノーマン順調じゃないですか。まあ最近だったら、まあショッピーとヒーくんの方でお互い主演ですね、ドラマのを務めますし、そのヒーくんとショッピーのドラマに関してはスノーマンか主題歌っていうのを持っているんで、まあまあまさにジャニーズの王道というか、自分たちでドラマの主演をやって、自分たちでドラマの主題歌を歌うっていう、まさにスマップとか嵐のような国民的アイドルには必要不可欠な要素だと思うんですね。自分たちでドラマやって自分たちで歌うっていうのは。で、プラスアルファで、セクシーゾーンの中島健人くんのドラマに、まあ、浩二くんですね。向井浩二くんが、まあ、出演するってことで、スノーマンのうち3人もドラマの仕事が決まってるんだと思って、いや、これ冷静に考えたら凄すぎるぞと思ったんですよ。そっか、スノーマン3人もドラマだから、結構忙しいんじゃないのかな、みんな忙しくしてるなとかって思ってたんですよ。そしたら今回、新たに舘さんがドラマに決まったっていうことで、まあ、スノーマンの9人のメンバーのうち4人がドラマの仕事を抱えてるというか、ドラマの仕事が決まっている。まあ、これってえげつないなっていう。しかも亀梨くんのライバル役、しかも亀梨くんと一緒のドラマに出るっていうので、まあ、舘さんからしたらまあ嬉しいことだと思いますし、この大奥やってる最中なのか、やる前なのか、やり終わった後なのかわかんないですけど、まあ、亀梨くんの YouTube の方で、次のゲストはもう舘さんって決まってるじゃないですか。まあ、そういった中で、もちろん舘さんと、まあ亀梨くんのこの師弟関係みたいな、お前あの時こうだったよねとか、あの時お世話になりました、本当にあの時の言葉忘れられないですみたいな、そういう二人ならではの会話も楽しみですし、プラスアルファで一緒にこの大奥をやった話って絶対すると思うんですよ。だから個人的には、早く亀梨くんの YouTube で舘さん見たいなっていう気もあったんですけど、まあ、大奥終わってからの方が、もしかしたら、お前大奥の時こうだったよなとか、なんかそのドラマの話もできるのかなと思ったら、あんまり待ちたくないですけど、大奥終わりなのかなっていう気はしますね、舘さんとのコラボは。まあ、理想は、どっちも。まあ、それは無理だと思うんですけど。けど亀梨くんの YouTube の最後の方で、じゃあだって日程合わせようよとかって言ってたんで、もしかしたらもう日程調整入ってるかもしれないんで、本当空き時間とかに YouTube 撮るかもしれないですね。そしたら本当に大奥の途中で YouTube が上がっていくのか、大奥を撮る前にお互いの意気込み的なことを語るのかわかんないですけど、まあ、でもなんか大奥終わりの方がもっと熱い話があるのかなっていう、ちょっと選べないですね。でも大奥終わりだともう待てないじゃないですか。いつまで待てばいいんだよみたいな。で、ここでふと思ったのが、そっか、スノーマンって9人中4人ドラマか、やばいな、もうほぼ半分じゃん。他のメンバー、安倍ちゃんとかフッカとかラウルとかメメとかサックンとか、ドラマ決まんないかな、あれみたいな。サックンって来年映画じゃんって、来年の2月映画公開だと思うんですよ。もうほぼほぼ12月だと思うので、まあ12、1、2、で、あと3ヶ月ってなると、そろそろさっくんもいろいろなテレビとかで番宣とかしだすんじゃないのかなって。もちろんさっくんに関しては今ドラマ撮影とかっていうのがあるわけじゃないと思うんですけど、まあ撮影終わってると思いますし。ただ、いろんなテレビに出て、今回公約でやりましたとかっていう、テレビ出演っていうのが多くなると思うんですよ。そうするとさっくんもめちゃくちゃ仕事をしてる。そしたら9人中5人が、まあ、お芝居関係のお仕事をするっていうところで、いや、激アツだし、胸アツだし、みたいな。な、こんだけ散々ジャニーズがなくなってしまって、叩かれて、エージェント会社になるんですけど、エージェント会社はまだできてないし、なんか世の中の風潮的に、エージェント会社になってもお前らはジャニーズだろ、じゃあ許さない、みたいな風潮が若干残ってるじゃないですか。僕からしたらなんでと思うんですけど、だって 2B とか新しい地図は、元ジャニーズだけど辞めたからお仕事もらえてるわけで、じゃあエージェント会社に入れば、もう 2B とか新しい地図みたいな形でジャニーズじゃないんで、
元ジャニーズなんであくまで僕たちもっていうところでお仕事できるかなと思うんですけど、なんか世間もそんな許してくれないじゃないですか。まあ、そういった中で、いや、そのまま結構お仕事なくなっちゃうのかなとか、まあ、勝手に思ったんですけど、まあ、今回4人もドラマの仕事で、さっきもお芝居関係でこれからテレビにたくさん出ると思いますし。シーカーもそこでですね、最近のメメの私の幸せな結婚とか月の満ち欠けで、まあ、最優秀の男優賞を受賞していて、目黒くんが、まあ、今後のお芝居のお仕事を聞かれた時に、今後の予定はありがたいことにいくつかお話をいただいてるんですけどっていう風に言ってたんですよ。いくつかってことは、じゃあまあ最低でも2個かなって思うわけじゃないですか。まあ、メメだったら3つがありそうですけど、まあ、最低でも2個あるかと思ったら、じゃあメメも、まあ1月クールのドラマはさすがにないかもしれないですけど、じゃあ次4月クールとかのドラマはもう決まってるんじゃないのかなと思うんですね。そしたら、あれ？もう9人中6人？もう6、9、どっちかわかんないみたいな。6を反転したら9だしみたいな。もう6が9、もうあーっていうぐらいみんな仕事してるんですよ。過半数以上。過半数以上仕事してるっていうか、ドラマとか演技のお仕事をしてるって意味なんですけど、もちろん他の3人もしてますけど、そういう演技の仕事っていうのを、まあ6人が、まあ、ほぼほぼする。そしてもうメメに関してはもう決まってるって言った感じで、いや、全然、めちゃ忙しいじゃん、スノーマンと思って。誰がジャニーズオワコンだよとか思いつつ。まあ、あと個人的には、まあ最近やっぱラウールって、まあどうしても、まあ身長が大きすぎるっていうので、なかなかそういうお芝居とかっていうのは、ハニーレモンソーダ以降なんか、これといったものがないと思うんですけども、まだ二十歳ってこともあるので、ラウールにしか出せない、ラウールしかできないこと、なんか他、あると思うんですよね。モデルを目指してみたみたいな、なんかそういうドラマみたいのがあってもいいんじゃないか。もちろんドラマじゃなくても映画でも。まあ、それかもしかしたらラウールに関しては、海外とかのドラマの方がいいのかもしれないですね。ドラマとか映画。まあ、顔とか顔つきが、まあどうしても日本っていうよりかは外人寄りだと思うので、なんかそういった情報も早く出てきてほしいなっていうふうに個人的に思いますね。はい、今日はですね、スノーマンの宮舘涼太くん、伊達さんがですね、まあ、ドラマの出演が決まった中で、スノーマンめちゃくちゃ仕事してないかっていう部分だったりとか、メメのお仕事も決まってそうですし、サックに関しては映画撮り終わってこれから番宣でいっぱいテレビ出るってところで、まあ、めちゃくちゃみんな仕事してるじゃんってとこも含めていろいろ感想動画上げさせてもらったんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、まあ、今回、まあ、ジャニーズがいろいろ世間が叩かれて、もしかしたらスノーマンもなんか大打撃受けるんじゃないか。実際 CM とか結構なくなっちゃったりしてますけど、こういったドラマとか映画の仕事を継続的にできてるってところで、ぜひ皆さんの感想を教えていただけたらなというふうに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズの話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいてるので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなというふうに思います。今ぜひがぜひみたいな裏返っちゃいましたね。最近寒くなったけど、みんな風邪ひかないように。またね。